こんにちは。ちょっとね、私なりにショックな出来事がございまして、えー、三崎雄太さんのことです。青次王子のことでございます。あの、特に積極的に情報収集してるわけではないんですけども、そんな私のところにもね、こんな悲しいニュースが届いちゃったわけなんですよ。この前ね、上島竜兵さんのニュースがもたらされたばかりなんですけども、いやー、非常にね、悲しいですね。あれほど、 輝かしく若く強く経営者として立派でお金持ちになってっていうどこにもね隙がないように見えてそれでも人っていうのは腹の中気持ちで生きてるんだなと思いましたね。うん、でねいろいろ腐ってはいるけれどもロスジェネってなんかねしぶといなというところあります。だってもうね年を越せないとかね生きていけないとかって散々から聞きましたけども。 でも、もう結構生きてるんですよね。別にこれね、それがいけないってわけじゃないんですよ。うんやっぱりこう、若くて、お金も持って、地位も名誉もあって、影響力もあってって人が最強ではないってことなんですよ。人間ってのは一側を向けば、まあ、フルチンですからね。無防備で、うん。で、腹の中は誰にも打ち明けられなくて、分かってもらえなくて。なんかお互いに、お互いを。 気遣ってるような無視してるような感じじゃないかなというふうに思っちゃったりねするんですよね。で、会社の経営に関しても、やっぱりこう、従業員のことをね、会社の利益抜きに考えるってことはまあないですよね。そういった組織じゃないんで。だから、社員がいれば、その社員を使って、一つでも多く、少しでも多くの目標、会社の目標を叶えたいし、そのための兵隊として社員を、 雇うし、じゃあ社員が、まあ、売上とか会社の業務に行き詰まってなんで助けるかって言ったら結局は会社の利益にしたいからなんですよねその人一人丸裸な人間人間対人間として付き合ってるってことはなくって給料やってるんだけ、働けやみたいなところですよねで当然なんですけどね、それはねで、同じように従業員から社長見ても社長とか会長見てもね 腹の中は全然分かってなくって俺の事情も分かってくれよみたいなとこですよね、うん、そんなに会社の方針変えないでくれよとかねなんで俺ばっかりにこんな押し付けるんだよみたいなで結局はお互い様ではないんですよね俺様なんですよねだから吉谷さん思うでしょう、うん、一人でやるのが一番ですね、うん、でたまに関わるとしてもそこには うん、許さしかないみたいなね。何の拘束もない。でむしろ、誰かと何かプロジェクトをするにあたって、いや、自分の稼ぎは自分であげるからいいよ、みたいな人と組んだ方が、それなりにこう負けず嫌いで張り合っていいですよね。だってね、まあいろんな考え方あると思うけども、吉田さんと私がね、組んで何かプロジェクトするときに、じゃあ僕の取り分いくらぐらいになりますかね、みたいなの、恥ずかしくて言えないですよ、どっちかって言ったら。 いや、何もそんなのいらないと。打ち合わせもいらないと。ただ、そこにアクセスがあるなら、1アクセスからでも100万稼ぐぜ、みたいなね。その競争しようよ、みたいな腹積もりがどっかに腹の中にあるんじゃないかなと。で、仮にね、自分だけ売り上げがあって、吉谷さんに売り上げがなかった。吉谷さんに売り上げがあって、私になかった。それでも涼しい顔しますよね。うん。まあ、ちょっと悔しいんで言えなかったりするけども、それすらもネタにして、 そのの合宿の後で稼ぎ倒すすすみたいなことをするとる思いますねもう誰に対して競争を挑んでるのか分かりませんけどもとりあえず生きてる以上はどんな不利な状況でも生き残ってやる勝ち抜いてやるみたいな気持ちはあるかなと思うんですよ。まあ、でもね上島竜兵さんにしてもその渡辺博之さんにしても今回の三崎優太さんにしても三崎優太さんはねあのー、これからも。 YouTube の発信続けてくれると思いますけどもまあすでに物言わなくなった人っていうのは本当に悔しいですよね何があったのか腹の中は永遠に分からないままだしで今回ね三崎裕太さんはかなりたくさんの書面を残して自分の人生は悔いはなかったというふうに、うん、行動したらしいんですけどもねその後気が付いた時に警察の方にかなり なんか私も読んでてじんとしたんですけど励まされたみたいですよ「正気を取り戻した三崎氏病院に訪れた警察の人からは告訴を受理し一生懸命捜査しています命を落とす選択ではなく戦いましょう」と励まされファンからもたくさんの応援メッセージを見て頑張らないといけないと思ったと前を見据えたと記事は締められてますね東京スポーツですけどもいやー 無敵じゃなかったね、三崎詩さんも。当たり前だけどもいや。俺から見たら無敵だったんだけどね。ねでもやっぱり、お互い同じ人間ですよ。やっぱり、理不尽に責められて中ぶらりになれば、寂しいし辛いしね。いや、自分の失敗で自分が責められるんだったらね、全然受けて立つんですけども、おかしな、事実無根の、 誹謗中傷によってね、貶められた上に、それを真に受ける人がいるわけですからね。そして捜査は進まずに、まるでね、犯人といいますか、そういう言いがか,かりをつけた人に有利にことは進んでいくんですよ。法的にも、社会の課税的にもね。悔しいですよね。なんかその、人を叩くとね、アクセスが集まるっていう、こういう、 多くのの人間の心理、これもなととかしないとね4630万円ここに彼一人24歳の彼一人にものすごく暗い影を多くの人が落として、ね、インターネットのカジノをやってる人間なんてろくなもんじゃないみたいな消しかき方もあるんじゃないかなと思うんですよ。ねこの人の悪い悪いを強調してね。でもそれによって この人が人生をね、ものすごく暗いものにして、それこそね、ああ、もうこれから真面目になってもダメなんだ。公正したところで、無駄なんだと思えば、そうじゃない道をみんなで選ばしてしまうことになるんで、まあ、ほどほどにした方がいいんじゃないかなって気がしますね。いや、なんかね、腹の中、ほんとなんか暗い影を落とすようなう、一体なんでこうなったんでしょうね。 とということで今回はちょっと暗いメッセージでしたけどもね「腹の中ということで「腹でございました。